STS-1 は人類初のスペースシャトル計画のミッションである。1981年4月12日、コロンビアがアメリカのフロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、同年4月14日にカリフォルニア州エドワーズ空軍基地に帰還した。コロンビア号は高度 307km の軌道上を36回に渡って周回した。 コロンビアの打ち上げ1981年4月12日、人類初のスペースシャトルの打ち上げが行われた。ジョン・ヤング機長とロバート・クリッペン操縦士の二人の宇宙飛行士が乗船したコロンビアは、東部標準時7時にアメリカのフロリダ州ケネディ宇宙センター39番 A 発射台から打ち上げられた。当初コロンビアは4月10日に、 ケネディ宇宙センター24番 A 発射台から打ち上げられる予定であったが、コロンビアの汎用コンピュータの一つに不具合が発見されたため、2日後の4月12日に延期された。主要任務は、スペースシャトルのシステム全体を点検すること、軌道上を安全に周回すること、そして地上へ無事に帰還することの3つであった。そしてこれらの任務はすべて達成され、 宇宙船としてのスペースシャトルの能力が確認された。コロンビアは軌道を36周し、1981年4月14日、太平洋標準時10時21分に、カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地23番滑走路に着陸した。帰還後のコロンビア号の帯田からは16枚の耐熱タイルが剥がれ落ち、148枚の耐熱タイルが損傷していた。 ありがとうございます。